しかしとは言っても新曲の根本テーマは愛であるフィリアであるというそういう解釈に対してはやはりいろいろと異論を唱えたくなる人が出てくるんじゃないか。確かに天国についてはそうでしょう。天国は神の愛、その光と美に満ちているでしょう。でも地獄のどこに神の愛があるんですか。そこにあるのは人々の絶望と憎しみ、嘆きと希望、それは煉獄ですね。で神の正義の厳しさをそこで語ることができても、神の愛についてどうして地獄に関して歌うことができようか。そういう反対論というか疑問をお持ちになる方が当然出てくると思います。しかしこれに対して著者の今道先生ははっきりと、地獄は正義を重んじる、確かに正義を重んじる、しかしその神の愛の所産であるということをダンテの思想として忘れてはならないと言い切っておられます。で、私はそこに著者今道先生のダンテの愛、特に神の愛についての深いこの理解を読み取ることができると思います。で、ダンテの表現では神の愛、神の権能と最高の地ということも言っておりますけれども、神の初めの愛、プリモアモーレが地獄が一人称で語っておりますけど、私地獄を作った、そういうふうに申しております。で、愛が地獄を作るということは一見逆説というか矛盾のようでありますけれども、それはよくよく考えますと、神の愛について私たちに改めてこう根本的に深く考えることをそこで促していることなんじゃないか。神が愛であれば全てが天国で、全てが天国の、全ての人が天国に招き入れられるのが神の愛の表れじゃないかというふうに考えたくなりますけれども、でももっと神の愛、これもキリスト教的な内容の話になりますけれども、この神が神でありながら自らを虚しくして、自らを否定して十字架につくところまでへりくだられる、そういうところに現れる神の愛というところまで考えてまいりますと、神の愛が地獄を作ったということも決して、単なる矛盾や逆説ではない、非常に深い意味を持っているということが理解できるんじゃないかというふうに思います。で、私なりに地獄と神の愛というこの問題を解く鍵を考えまして、それはダンテがこの天地を創造した神からの人間への最大の贈り物と呼んでおります自由意志、私たちが自由に自分の在り方、生き方を選ぶことができるという、その自由意志というところに、その神の愛が地獄を作ったという謎のを解く一つの鍵があるんじゃないかと考えました。で、なぜ自由意志は神からの人間への最大の贈り物であるのかと言いますと、それはやはり神がその人間とその愛によって、しかも友と友との愛、そういう愛によって結びつくことを神が望んだ。で、そのためにはそういう愛はただ一方的に愛するんじゃなくて、愛し愛し返されるという、そういう愛である。そうすると当然この神の愛に対して愛を持って自由に応えるということは、その裏返せばそれを拒否する、退けるという、そういうことが当然そこにあるわけですから、神の愛を拒否して自分の中に閉じこもる、これこそ地獄である。ですから神がそういう本当に友として人間を愛する、そういう交わりの中に人間を招いたということからの、どうしても避けることのできないこととして地獄というものがあると。だからそういう意味で、地獄は神の愛が作ったというふうに言えるんじゃないか。そして確かにそういう神の愛というのは、私たちが漠然と考えているその恵み深い慈悲
慈愛に満ちた神というその神のイメージとは結びつかないかもしれませんけれども、しかし地獄、そこにおいてはもう神の愛が拒否されるという、そのことをし、をも忍ぶといいますか、そのことも引き受けるようなところまで神は、人間を愛することを望んだ、そういうところに地獄というものの謎というか秘密があるんじゃないか。ダンテはそのことを頭に置いて神の初めの愛が地獄を作った、歌ったんじゃないかと思います。でそのように今井先生もお考えになっているんじゃないかというふうには推察するわけでございますが、でしかしこのことはやはり天国に行ってと言いますのは、もちろんダンテの新曲を読んで天国にまで至りついてという意味ですが、そこで初めて理解できることでございますね。そういう意味でもダンテの新曲全体、地獄、煉獄、天国全体を通じてのテーマが愛であるということは本当にその通りであるというふうに思います。でもう一つ、先ほどの鈴木先生のお話にも出てまいりましたけれども、この岩見先生のご著作で、非常に私やはり、感動を受けましたのは、天国が活動的なところであるという見方といいますか、洞察であります。でこの書物はダンテ その天才、特に彼の哲学者、神学者としての卓越性が天国圏において現れているということを明らかにしている、そこに大きなメリットがあると思いますけれども、でダンテが天国をどのように描いているかということで、今井先生は天国の活動性、あるいは力道性、およびもう一つ大事な点として、天国は未来というものをこの根本的に思考しているということを指摘されておりますが、これが非常に大事なことだと思います。所作、岩見先生自身の言葉によりますと、ダンテの天国は素晴らしい楽しい仕事がたくさんあるところ、まさしく嵐を待望している、何が起こるかドキドキしているというふうな、そういうことまで言えるような天国である。少なくともダンテの天国のイメージは漠然とした怠惰な、あるいは退屈な天国ではないというふうに言っておられます。確かに私は私たちは天国というと何か喜び満足、そういうものをこう天国に期待しがちですけれども、本当の喜びとか満足というのはやはりある活動、純粋な活動というものがあって初めて生まれるんじゃないでしょうか。ただ私たちが喜びを求め満足を求めると、それはなんか非常に奇妙なことになって、私たちはやはりその人間としての最も純粋な活動、働きというものを求めていく、でそれを実現したときに喜び、天国というふうに言われるその喜びがそれについてくると、そういうふうに考えるべきじゃないかと思います。そういう意味で宮城先生も天国は活動的なところだ、確かにそこには喜びがある、ダンテの新曲天国編を見ますと、もう本当に驚くくらい天国はみんなこう笑いと喜びに満ちているということが、こう言われ、そういうことをダンテは語っているわけですけれども、そういう喜び笑い、それはやはり天国におけるこう純粋なこう活動、最高の活動と一緒にあるものだというふうに、私改めて、この著作を読みまして、そのことをこう再発見いたしました。でもう一つ非常に大事だと思いますのは、天国について先生が未来、特に天国だけじゃなくて宗教全般について、我々はもっと未来ということをちゃんと考えなきゃいけないということを指摘していただいている、それは非常に大事だと思います。どうでしょうか、皆さんのお考え、今私どもの周りで宗教というのは
もちろんあの世というものをこうちゃんと語る宗教、教える宗教もありますけれども、どうも多くの場合宗教は過去に非常にこだわって、過去のいろんなことによって我々は縛られている、過去によって現在を説明し、過去によって人々の生活をこう縛る、そういう傾向が宗教にあるんじゃないか。それにこの輪をかけているのがこう心理学でも、どうしてもこの過去にこういうことがあったということで私たちの生活をこう理解しようとする。そうじゃなくて、私たちが人間として生きているということは何に向かって生きているのか、善、目的、価値、そういうものはみんな私たちが今の活動、今の私たちの働きによってこう実現していくべきものである。そういう意味で私たちの命というのは未来、ただあのユートピア的な何かこうこれから何十年先の世界がどうなるというようなことではなくて、もっと根本的な意味で私たちが本当に良いもの、本当に価値のあるものをこう求めていく、そこで開けていく未来というものが非常に大事なんじゃないか。宗教は根本的にそういうことを教えるべきものだ。そういうことをあの稲見先生はこのダンテの天国というものに、基づいてそういうことを強調しておられまして、これは非常に大事なメッセージであると私は、感じました。